この口が言ってんだろうな、おい高木、よく聞け。この俺がネバー無差別級チャンピオン主席になるぜ。お前の望み通り、俺はよその他のやつと力なんて借りねえよ。俺のこの腕っぷしだけで、あ、生きてきたんだよ。おい高木慎吾よ、あ、おめえの言ってることはまだ世の中に出たことのない高校生と同じこと言ってるぞ。おい世の中なんてこんなもんでしょ、大人なんてこんなもんでしょ、生涯稼げる金ってこんなもんでしょって。おい母ちゃんのおっぱい吸って、あ、学校行かせてもらってるようなやつ、そいつらと高木慎吾が言ってることはまるで同じ。そう、俺と同じ飯は食ってねえんだよ。勘違いするな。ああ、同じ日本の米を食おうが、俺が食ってるものと貴様が食ってるものまるで違うんだ。お前は何のため飯食ってる、何のため、ああ、プロレスやってる、何のためトレーニングしてんだよ。俺は全て生きるためだ。いや、元気でもないけどさ、俺本当今日ノブさん死んだかと思ったよ。あ、自分の足で歩いたからなんとかなって思ったけど、まあ、最悪の場合去年の俺みたいに欠場するんだったら臓器が出るしかないな。で、あとあれか、ノブさんとあと同期、すごいな、他のメンバーほとんど見てないぞ。何人出んだよ。今やってるからちょっとまだちゃんと把握してないけど、日テレにいるのか9人か10人だろう。うち5人しか今動いてない。まあ他のやつらはさ、この自粛期間と仕事からあふれてる期間で何かしらチコッとでも変わってんだったら楽しみだな、スーパージュニアとか言ってると怪我して欠場とかになるから、あんま張り切ったこと言わないように。全出場選手見させてもらった。いつまでも悔しがってるわけにはいかねえんだよ。もう始まってんだよ、始まってんだ。今日からスーパージュニアの前哨戦が始まってんだよ。面白い。ブロック分けなしなワンリンスで、そしてアメリカはトーナメントということは全員と当たるわけだ。本当に誰が一番強いかはっきりするわけだ。面白いじゃねえか。ああ、日本もアメリカも盛り上がっていこうぜ。全ジュニア選手が俺の敵だ。もちろんブスさん、あなたも敵だ。勝たせてもらう。今の発表見たよ、スーパージュニアの。今年はアメリカでも J カップがあって、この日本でのスーパージュニアは総当たり戦で全ジュニア選手とやるわけでしょ。
何が面白いって、高橋宏斗のシーンから。これが一番楽しみだよ。あ、どうぞどうぞ。ああ俺がヤバかったことだな、おい。腐ってもプロレスを続けようか。そりゃ手段を選べないよな。ちょっとでも大阪で真っ向勝負ができると思った俺がバカだったぜ。甘かったぜ。やばすぎたぜ。いや、ちょうどいいハンデだ。くそ人権なら、うん、腰で足は散々狙ってくれるけどよ、おい、腕が折れようが腰が折れようが足が折れようが、おい、やったぞ。お前を完全に破壊してプロレス界の風にしてやるよ。